皆さんこんにちは、富塚ゆかです。今日も不動産と投資についてのお役立ち情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。ここ何回かでやってますのは、この先景気はどうなる、経済はどうなる、それをどうやって予測するの、その理由は何なのっていうところですね。この数字は何を意味しているのか、そういうところを皆さんにずっとお伝えしています。今日はですね、株価についてお話をしたいと思います。投資の王道株価をチェック、まあ、日本の株価ですね。まずは日本の株価を見ていっていただきたいと思います。これも長いこと、長期的なトレンドっていうのをまず見ていきますね。景気を示す指標として皆さんよく本当に使います。で、株価というのは一番景気の、動向を反映しやすいということですので、この先景気が良くなるのか悪くなるのか、それとも、まあ、経済活性化するのかどうなのかっていうところもですね、注意して見ていただくと、いち早くその状況がわかるんじゃないかと思います。で、この長期的なところを見ていきますと、コロナの後急激にバーンと下がっていますね。2020年。のところです。で、その後またガッと上昇しています。これなぜかというとですね、日銀が株式を購入してですね、日本株を買ってたわけですね。それで株式を買い支えたというのもあります。もう一つは巣ごもりでですね、皆さんが投資をしていたと。ずっと外に出れないわけですから、遊びにお買うことも、お金を使うこともなく、じゃあ投資をするかということで、投資をしていたというのが、これも一つあるかと思います。で、12月に急下落しています。これはアメリカなど他の市場の影響も受けてということですね。米国との関連性が非常に高い。で、これも急に上がって急に下がっているという、こういう傾向が見て取れるんじゃないかと思います。で、またここ持ち直してきていますけれども、まあ、コロナの時ほどはまだ下がってはいないわけですね。この先どうなのか、この先ずっと持ち直していくんじゃないのかという人もいれば、またずっと下がっていくんじゃないかという方もいる。それじゃあ他の経済のですね、要因をいろいろと、合わせて考える必要があると思います。金利はどうなるのかとか、まあ、税金というのも大きいですね。増税になりますので、それと本当にですね、まあ、コロナの時に、何かおかしなことが起こっていないのか、これは必ず破綻するというようなことが起こっていないのか、こうしたところに目を向ける必要があるんじゃないのかなと思います。はい。今日はですね、この株価についてのお話をさせていただきました。次回もですね、こうした経済の指標、どうやって見ていくのか、それは何なのかということをですね、お伝えしていきたいと思います。はい。今日もありがとうございました。